ヨワとして、著者司馬遼太郎。文藝文集話のくずかご11。浪人の旅。しびれ江戸へ行けという変なまじないが上方の方にあって、子供などが正座していて足がしびれたりすると、手を持って足の親指を内側にぐっと曲げ込み、しびれ江戸へ行け、江戸へ行けと何度かわめき散らせば何とか治った。筆者なども子供の頃、年寄りにそれを教わって大真面目にやっていた記憶がある。上方のしびれが皆箱根を越えて江戸へ殺到すれば、江戸の人は随分困るに違いないが、江戸時代の上方の連中にとっては、将軍のいる江戸世界といえば今のアメリカよりも心理的に遠かったに違いない。しびれ隣村へ行けなどといえばむしろ差し障りがあるが、しびれも江戸へ行ってしまえばもう実感も何もなく、それほど江戸は遠い空の果てにあった。そこへ行く日数のおびただしさもさることながら、泊まりを重ねて行くためによほど金がいる。金といえば、宮本武蔵は半生あれだけ諸国を歩き回って、宿泊費や飲食費はどうしていたのかということが、吉川英治氏の宮本武蔵が評判になった頃、誰かが書いていたような記憶がある。実は武蔵はただで歩けるのである。日本は少なくとも室町以降、諸芸が盛んになった。武蔵のような兵法、葬儀の廉価といったものがその代表的なもので、その師匠たちは絶えず諸国を歩き回っている。大名や豪族が彼らの来るのを喜ぶし、来れば教えを受け滞在させ、去る時には次はどちらへと聞いてくれるし、聞けばその地方での自分の縁者や知人を紹介してくれる。そこへたどり着くまでの旅費はわらじ銭としてちゃんとくれるのである。室町以降の日本人の芸や技術に対する欲求と憧れというものは非常なものであった。戦国期、レンガ師の宗次が方々の大名を訪ね、貴賓に近い待遇を受けており、織田家にも信長の父親の代に宗次は行っている。葬儀奉仕が来てくれたというだけでも、室町の正規大名ではない織田家程度の家では、近隣の豪族に鼻高々の欺瞞になるし、信仰勢力としては箔がつく。葬儀は出身は低いが、その芸をもってすでに京では天子からも敬せられる身であり、関白以下の苦行たちとはごく親しかった。地方の大名が葬儀をありがたかったのも当然であった。これが旅のコツであった。京では関白や左大臣、右大臣とも友達付き合いであるということが、地方で厚遇される元手であった。葬儀は足利将軍11代の吉住の頃、文亀2年1502に旅の途中で死んだ。場所は箱根湯本の宿で、年は81だったという。葬儀は貴族趣味者で贅沢な男だったらしい。贅沢といっても、中国や西洋の王侯のそれのように巨漢に住み、主治肉林の中で暮らすといったものではなく、室町期の日本人の贅沢というのは多分に芸術的で象徴的なものであった。葬儀は長い白髪を持っていた。それを絶えず手入れして、その美しさが人目を引いた。さらに彼は行動に堪能で、そのひげをいつもこうで抱きしめていたのである。そのため葬儀と向かい合うと、ほのかにそのひげから香が香ってきて、絵も言えず奥ゆかしいといった風な贅沢だったのである。彼は常に旅空に放浪する人であった。
当然むさ苦しくなるはずだが、ひげにだけ凝っていたらしい。室町期の旅というのは、山野で盗賊に出会うことが多い。葬儀もある土地の山中で賊に出会ったことがある。賊は葬儀の所持銭を巻き上げてしまったが、葬儀はこういうことに慣れていて、さっさと歩行を続けた。数里して宣告の賊が追っかけてきた。葬儀は立ち止まって用を聞いた。賊が恐縮して言うには、どうにもそのひげが欲しいと葬儀の顎を指さした。今日では禅僧がホスというものを持っている。舶来品のハグマの毛で作るもので、値が大層高い。俗の言うところでは、そのひげを切ってホスの材料とし、京へ持って行けば高く売れるというのである。日本がいかに貧しい国であったかということは、葬儀のひげの贅沢だけでなく、俗がそのひげを欲しがったというこの一時でもわかるであろう。同時代の他の文明地帯では考えられないことに違いない。茶道などが成立していく日本独特の文化の面白さも、この貧しさという土壌を考えないとやや理解できにくい。ところで、日本人の文化意識の面白さは、葬儀がここで、それだけは勘弁してくれ、という意味の歌を詠むのである。ちょうど太田道灌がにわか雨に遭い、農家の戸を叩いて蓑を借りようとしたとき、その家の娘が無言で山吹一枝を差し出したという逸話に似ている。娘にすれば、蓑がないということを、むくつけには言わず、古家の七重屋へ花は咲けども山吹の実の一つだに泣き族悲しき、ということに意を偶したのである。葬儀はその娘ほど洒落た目撃パントマイムはできず、族に対して歌一首を詠んだ。我がために星ばかりは許せかし、塵の浮世を捨てはつるまで、俗も多少歌心のあった男に違いない。この歌に感動し、葬儀に許しをこい。さらに宣告巻き上げた銭も葬儀に返し、その上他の盗賊に葬儀が会うといけないので、山道の果てるまで送ったという。老老の老人というのはそのようにして旅をしている。一芸があれば、むしろ旅をして暮らす方が暮らしやすいのである。宮本武蔵が在世したのは、豊臣家の終わり頃から徳川の初期にかけてであった。この頃には、廉価を看板芸にして歩いているよりも、兵法の方が京々の小豪族の間では需要が高かった。弱い者でも強くなれる技術というのが、世間がこの新興技術である剣術にかけていた期待であった。その割には師匠が少なく、武蔵の若い頃でも結構大師匠として珍重された。まあ一月ほど泊まってこの辺りの者に教えてもらえぬか、と大いに歓迎された。兵法、剣法は関東で発生した。当然儒者は関東に多い。そういう関東の儒者が儒者の少ない上方に登って、遠くは九州まで行き稼いで回る。上方に需要が高かった。ただし上方では音曲が盛んである。歌舞音曲の師匠は京から関東へ下って行く。関東には音曲を学んで見浴びたいという気持ちと需要が大きかったのである。上り兵法、下り音曲と室町の頃から徳川初期にかけて言われたのは、兵法者は上れば食える、音曲の師匠は下れば食える、という旅の生活者の生活の機微を表現した言葉であった。武蔵は兵法者には珍しく、藩州と作州境の生まれで、いわば上方県の人である。
その生涯の行動範囲は上方から九州にかけてであった。その地帯なら京々に兵法を神秘視してくれる旦那衆がいたのである。関東は兵法者の排出地であった。そういうところへ行っても強い同業者がいるばかりで旦那は少ない。音曲の師匠とは逆であった。武蔵は直江、年も壮齢になってから一度だけ江戸へ行った。しかしそれは幕臣になろうという目的の良寛運動のためであった。東海道の一筋も知らざる者、風がおぼつかなしといった場所は、旅の中で文学を成立させたが同時に生活をも成立させたであろう。彼はまず旅行し、ついに東北旅行まです。るそれは葬儀の場合と同様、土地土地に徘徊好きの旦那がいたればこそ可能であった。ただ室町期の葬儀が相手にした田舎衆というのは室町幕府の守護大名であったが、時代が下って江戸期の幕匠ともなれば旦那も小粒になった。地方の庄屋階級であった。風がおぼつかなしなどと幕匠は旅行を文学論の中に組み入れてしまっているが、生活面で言っても京や大阪で天社として旦那衆を教え、決まりきった相手とばかり鼻を突き合わせていても収入はたかが知れている。江戸時代の物持ちというのは大名や大阪の六七軒の不肖を除けば関東から東北にかけての大地主庄屋であった。彼らの地主としての規模の大きさから見ると、農地が細分化された近畿の庄屋階級などは比較にならぬほどに屋台が小さい。浪人である芭蕉が悠々たる旅のできる天地は東北であったであろう。小林一茶は芭蕉の 3% ほどの知名度もその生存当時持っていない。出身も芭蕉が曲がりなりにも下級武士であったのに対し、これがまあ対の住処か雪御釈という彼の国ある信濃国の柏原という村の長老の家に生まれ、そこで生を終わった。彼は少年の頃江戸に奉公に出、苦しい暮らしをした。その頃俳句を覚え、やがてちくわという老俳人の弟子になった。このちくわは江戸にいるかと思えば旅にいる。そういう意味では典型的な旅の生活者で、そのちくわの門人になったことが一茶をして無線旅行を可能ならしめた。ちくわの門人は中国から四国九州まで及んでいるのである。この無名の一茶が20代の終わり頃、今日大阪から四国九州に至るまでの7年にわたる大旅行をするのである。この頃師匠のちくわはすでに死んでいない。しかしその残された門人が地方にいる。一茶はそれを尋ねるべく旅立ったのだが、旅の元でといえば、私は二六庵ちくわの庵号を継いだものでありますという名乗りだけであった。もっともちくわは元来大阪を根拠地としていた俳人である。一茶の研究者である長野在の小林慶一郎氏なども他の研究者の論文を引きつつ直接教えを受けたのではないらしく、あるいは面会したことさえもなかったかもしれないと書いておられる。そうとすれば浪人一茶のこの7年にわたる大旅行の心もとなさと際どさはどうであろう。彼は故筑波宗匠の門人帳によってそれを歴訪し、それによって旅の生計を立てようとするのである。伊予愛媛県南波村西明寺という寺の住職が故筑波の門人であったというので、一茶はそれを頼りにはるばる訪ね、すでに3年前に死去していることを知った。
彼は新しい住職に一宿の好意を得たく哀願したに相違ないが、すげなく断られている。無名の浪人の旅にはこういうことはしばしばあったに違いない。一茶はこの旅の始めはまだ30前後であったが、おそらく旅で人の信用を得るために常の町人姿でなく、頭を剃り総称風に作っていたに相違なかった。絵が描けるということも旅ができることの条件であった。大正期いっぱいまでは地方地方にまだ旅絵師が歩いていて、村の粗放家の家に長期滞在し、その家の襖を描いたり、金剛金尊から持ち込んでくる襖に適当な絵を描いたりして十分生計が立ったという。日本建築にあっては絵画は建具の一部で、それが今日でこそ印刷の出来合い襖が売られているが、まだ半世紀前までは肉質を珍重した。この話は戦前のことだそうだが、紀州の根頃の山中の村で横山大観が二人鉢合わせしたことがあったそうである。どちらも例の横山大観であると名乗って在所を回っていたという。そのうちの一人の大観を私の知人の日本画家が知っていて、彼の言うところではその大観王は芦屋に住み、子供は東京の大学に行かせるほどの暮らしをしていたという。20年ばかり前に聞いた話だが、そういう大観王たちも美術史上の本物の大観と同様、もう個人になっているに違いない。終わり。夜話として、著者司馬遼太郎、文芸文集、話のくずかご12、異風の服飾。田島の国、兵庫県北部伊豆市は戦国家三万石の城下で、その城下は今でも町というより村というほどの規模である。城は山城であり、その城跡に登ると老いた杉木立が日を遮り、夏でも冷気があり苔の匂いが強い。ごんべい餅だったかが、町の土産として売られていたような記憶があるが、この小藩の藩祖が戦国ごんべいであることによる。この城を見、城下を見ると、ごんべい程度の男でもよくまあ大名になれたものだという実感が湧く。ごんべいはどうやら美濃の出身らしい。その先祖は清和源氏時氏より伊豆とあるが、戦国時代に起こった大名の家系など織田、豊臣、徳川なども含めて、ほとんどが9割方粉飾されたものである。ごんべいも土民が錆槍を持って戦場へ光明あさりに駆け出してきたというような前歴であったであろう。ごんべいの幸運は、秀吉がまだ織田家の中級将校だった頃に彼に仕えたというところにある。年少の頃は国交省程度の仕事をしていたらしいが、どうも気の利いた威勢のいいボーイだったように思われる。ごんべいと秀吉が大声で呼べば、どこにいても威勢よく返事をし、息せき切ってかけてきて、へい、お前にと見上げる目は犬のように生き生きしていて、主人の秀吉としては可愛い男だったに違いない。そういう男が秀吉が天下を取ると大名になったのである。秀吉は家代々の家来というものがなかったから、自分が若い頃から使いなじんだ家来、それもごく少数しかいなかったを譜代大名という形にして取り立て、身辺の機密に参加させるしかなかった。その人間に才能があるから大名にしたわけではなく、機密を漏洩する心配がないから身辺に置いていたのである。こういう理由で大名になったものの代表格としては加藤清正、福島正則があり、
この両人には幸いにも軍事的才能がある。石田三成もいる。三成は卓越した行政官の能力がある。だから秀吉も彼らに大きな禄を与えて重用したが、しかし戦国権兵衛についてはそれほど重用していないのは、やはり同じ秀吉の棒位上がりでも前に述べた3人に比べてだいぶ力量が劣っていたのであろう。それでも秀吉は初め権兵衛に淡路の国一国を与え、さらに讃岐香川県一国を与えたから大変な優遇である。その上秀久と名乗れと秀の字をくれてやった。ある意味では前に記した3人以上の厚遇だったのかもしれない。秀吉が天下統一の事業として九州征伐、島津征伐を始めるや、四国の諸大名に命じて先発させた。その先発軍の軍艦として戦国権兵衛を命じた。軍艦とはこの場合秀吉代理というべき内容の役目で、総大将と言っていい。権兵衛の下にはかつて四国を平定して天下を望もうとした土佐の長宗我部元親なども加わっていたから、元親としてはこんな小僧の指揮に甘んずるのかと馬鹿くさくもあり悲しくもあったであろう。この先発軍は今の大分県に上陸し、そこに待ち受けていた島津軍のために散々に破られるのである。それも島津軍のごく幼稚な戦術上の罠にかかって破れた。この罠を長宗我部元親はさすがに経験上知っていて、権兵衛を制止するのだが、権兵衛はあくまでも秀吉の権威を笠にき、諸突猛進を無理強いした。案の定島津軍の罠に陥って大敗戦を喫し、元親の子信親までが戦死した。ところが命令者の権兵衛だけは戦闘に参加せず、海岸へ逃げ、さらに船に飛び乗り海を渡って四国まで逃げてしまったというから、元来その程度の人物なのである。棒位上がりの秀吉側近官僚に過ぎなかった。しかしこういう衛星大将ほど自分の無能を権威と装飾によって隠そうとするせいか、自己顕示欲を露骨に表したような異様の服装をしたがるようであった。権兵衛はこの時32歳であった。彼は自分の陣羽織を工夫して数えきれないほどたくさんの鈴を縫い付けた。このため彼が歩くたびににぎやかに陣羽織が鳴った。鳴る服というのは古今の服飾史上、戦国権兵衛が考え出したこの陣羽織以外にないに違いないし、奇想を好む今のヒッピーですらこれだけは思いついていないようだし、たとえ思いついてもさすがに恥ずかしがって着ないに違いない。服装デザイナーの高額のために彼の陣羽織を説明した記録を写しておく。戦国権兵衛着服の陣羽織は、地は金襴にて、その上へ金の名は西洋の軍人礼服に使われた金モールであろう。を天井にて亀甲に組み、縄の組目ごとに鈴をつけ、金襴の地上へ閉じ作る。働きの触りとなるときは鈴を取り捨てたり、これによって没後は鈴銃ばかり残ると。宗楽物語より、権兵衛は天才的武将ではなかったが、時に天才は奇想を好む。信長の年少の頃の奇想話は有名であり、天下人になる前後にはつばひろの南蛮帽をかぶり、馬上マントを羽織って悠々京の町を帰行した。秀吉も自分の服装に独創を凝らした。
彼はとびきりの小男であったため、苦行としての清掃である小和衣装の肩にコウモリ傘の骨のようなものを入れ、特別大きく仕立てさせた。これに引き換え家康は尋常の服装を好んだようである。ただし彼が愛用した甲冑のうち、スペイン渡来のものがあった。スペインの甲冑の胴だけを取って銀色に磨き立てていたが、これは奇装を好むというのではなく、鉄砲玉を防ぐにはこれが良いという実用的な動機からに相違ない。伊達なという言葉の語源はよくわからない。一説には伊達政宗の衣装好みの強さから出たというが、政宗自身はどちらかといえば正統的な軍装や服装を用いたように思われる。松島の瑞観寺に安置されている彼の木像、武装姿も一部の隙もない正統的な軍装のようである。しかし彼が秀吉の朝鮮の陣で動員された時、彼の部隊の軍装はおそらく彼の独装によるであろうユニフォームを一斉に着用し、大後を組んで進み、京の者をあっと言わせた。つまり京で秀吉が出陣する諸大名の官兵式を行った時のことである。その閲兵順としては、第一番に出てくるのが前田利家とその加賀部隊、2番は徳川家康とその関東部隊、3番が伊達政宗とその奥州部隊であった。政治記という記録によると、政宗公五家中上り30本と以下続く。その上りは金地に金の日の丸であり、その上り持ち以下と徒歩への衣装は竹のように雑多なものではなく、具足は背が黒で、前が金の星という力強い中にも華やかなデザインであった。今日の者が驚いたことに、彼らは太刀のこしらえまで揃えてあった。太刀は朱座屋で、脇先の鞘は銀色である。彼らの鉄傘は高さ三尺のとんがり傘で、将校騎乗の士だけは思い思いなりというように、彼ら個々が衣装を凝らしていた。その誰もが竹の侍の軍装より見事であった。例えばどの騎乗の士も大房の尻がいを波打たせ、しかもどの馬にも馬鎧を着せている。大抵が虎か豹の皮を用いていたというから、材料は輸入品である。その騎乗の士は太刀のこしらえだけ揃えていて、大小とも金ののし付きの鞘であった。見物衆の反応はといえば、前田徳川の部隊が通った時は誰も声を出さなかった。ところが伊達衆が通過し始めると、見物は感嘆のあまりおめき騒いだという。その華やかさが当分今日の話題をさらったというのだが、あるいは伊達なという言葉はその時流行語になり、その後定着したのかもしれない。歌舞伎という言葉が室町末期戦国の頃に流行した。伊達と似たような内容の言葉で、傾斜した精神、服装というような意味を持つ。歌舞伎という言葉が動詞になったのであろう。歌舞伎はもともとあの演劇を指しているのではなく、試しに歌舞伎者という言葉を広辞苑第一版で引くと、異様な風体をする者、遊興者、派手な伊達者、悪党、堅気でない暴れ者というのが初めの意味で、転じて歌舞伎役者という意味になっている。要するに歌舞伎とはヤクザめいた具合になるという意味である。前田利家は正倉の頃から律儀者で通っていたし、
晩年にはいかにも質実という言葉を絵に描いたような人物になったが、彼の直話を集めたという麻生公恩夜話によると、若い頃は威風好みの歌舞伎者であったという。派手な服装を好み、それがヤクザっぽかったというから、晩年の彼からは家来たちも想像しがたかったに違いない。年家は晩年は古木のように痩せていたが、少年の頃は美少年だったようである。少年の身で信長の古古省に上がった。信長とはわずか5つ違いで、信長が野遊びや川泳ぎの好きな不良貴公子であった頃、当時犬千代といった年家をよく連れ歩き、お犬今夜は研ぎをせいなどと言って夜の話をさせた。つまり長道であり、この主従は男色関係にあった。ここで男色というのは後の性意識や風俗で推量すると間違うであろう。この当時の男色はむしろ先人で勇敢な武将や侍の間で流行し、陰湿なものではなく陽気で豪快な雰囲気があり、ひとたびちぎれば生死を共にするというところまでのモラルが確立されていた。年家という人物は後に加賀百万石のもとを開くのだが、天下人になるような器量はない。戦場での彼の本領は個人的な槍先の武勇だけでなく、5000人程度の部隊の指揮官としては理想的な資質を持っていた。その行動は勇敢で、その性質は軽烈で、とても今日でいう男色の匂いではない。しかもその関係は公然たるもので、例えば彼の場合、信長の晩年、信長が諸将の前で年家を捕まえ、その白髪混じりのひげを引っ張り、この男が子供の頃わしは寝床で長したものよと言った時、諸将は声を上げ、年家の幸福を大いに羨んだという。年家は晩年になってもそれが自慢であった。戦国期の人情は後世から見てひどく明るく、色彩で言えば名色の感じがあるが、性風俗も暗色ではなく、どこか強盗さがあった。話がそれた。つまり威風な服装のことである。年家は晩年になっても若者に対する好みは、ちょっと威風で元気のいい若者がいいということであったらしい。生意気でヤクザっぽい感じの男にこそ戦場での勇気とか、あるいは駆け引きの独創性が宿っているということかもしれない。しかし人間の価値判断は服装ではない。今日のヤクザっぽい服装を年家の言葉は意味しているのではないであろう。ああいう服装は多分に風俗化された一つの形で、その型に入り込むだけの若者に勇気も独創もあるはずがない。戦国期のかぶいたるものの服装には流行の型がなかった。皆自分自分の創意による衣装だったように思えるし、年家もそういう衣装を生み出す精神の傾斜というものの中に存外勇気や創意のある才能が潜んでいるという意味のことを言ったようである。終わり。